っかけはですね、みんなに越してきて、でいろいろ思うことはあるけど言う機会がないなっていうのと、あとまあやっぱり経営として、あと完全第一だって言ってるので、それはやっぱりみんなに見える形でやろうよっていうことで、今日第1回ということで、原則ですね、皆さん何か言っていただいたら、西畑さんや高橋さんのメモを取って、その場を写真を撮ってっていう形にしたいと思いますし、2回目3回目とだんだんブラッシュアップはしていきたいと思いますし、次回はバイビロにやろうと思いますので、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すでに、現場では、実施している SCP ですが、今回本社の潮止め移転を機に、本社でも急遽経営会議メンバーにお声掛けをし、安全巡視を行いました。執務室の皆さんは経営メンバーが巡視をしているように何事と驚かれた様子でしたが、実際に、本社にいるとなかなか体験することがない、安全活動を見ていただくことができ、とても良かったと思います。レゾナックは安全とコンプライアンスを最優先です。これからも気軽に本社でも SCP を実施していきたいと思います。ご安全に。